本日は日本代表選手団のメダリスト記者会見にご出席いただきありがとうございます記者会見後の囲みは行いませんのでご質問がある際は記者会見中にご質問いただきますようお願いしますオンラインでご参加の方はチャットからのご質問をお願いいたしますそれでは日本代表選手団 メダリスト記者会見を始めさせていただきます。登壇しているメダリストをご紹介いたします。バドミントン競技混合ダブルス銅メダリスト渡辺裕太選手です。同じく東のありさ選手です。はじめに両選手よりメダルを獲得し、一夜明けての感想をお願いします。まず、渡辺選手からお願いいたします。 はい、皆さんこんにちは渡辺です、えー。一夜明けてまだまだ、えー、実感は湧いていないところではありますが、まあ、いろんな方々からのメッセージとか、えー、メールをいただいて、まあ、少しずつ、えー、実感が湧き始めているところです。ありがとうございます。東野選手、お願いいたします。はい、あの素直に嬉しいですし、あのたくさんの方々からの 連絡だったりメッセージっていうのがあの徐々に実感を湧いてますありがとうございましたそれでは質疑応答に移らせていただきます質問の際は私から指名させていただきますのでご所属お名前どちらの選手へのご質問かを明らかにされた上でご質問をお願いいたします オンラインでご参加の方はチャットからのご質問をお願いいたします。質問の冒頭に選手団会見用 ID 番号、ご所属お名前の三点を記入し質問を送信ください。それでは会場からのご質問ございますでしょうか。ご挙手をお願いいたします。じゃそちらのえっ、ー、と右側の女性の方お願いします。おめでとうございます。お二人に質問です。AP 通信社の赤井と申します。えっ、ー、と今回は 復興五輪ということであの東京オリンピックが準備を進められてきたんですけども結果的に無観客ということで現地の方も世界に向けて復興を伝えることが難しいという声を聞かれていた中で実際に2011年に被災をされたお二人が今回、こうやってあの世界にこう何か発信している機会を得られたと思うんですけも、何かお二人の今のお気持ちを福島に関してお話しいただけたらと思います。 渡辺選手からお願いいたします、はいえーまあ、僕らはもちろん、えー、福島で、まあ、育ったと言っても過言ではないですし、えー、福島で過ごした6年間というものが、まあ、僕の中ではすごく大切で、まあ、かけがえのない時間だったと思っています、まあ、本当に、えーまあ、震災とかいろんなことがあって、まあ、苦しい方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、まあ、そんな中でも、まあ、僕らを こう諦めず応援してくれてサポートしてくれた方々に、まあ、何か少しでも、えー、勇気とか感動を与えられたらという思いで、まあ、オリンピック戦っていましたし、まあ、銅メダルを獲得したということで、まあ、少しでも恩返しができたらという気持ちで今いいいっぱいですすありがとうございます続きまして東野選手、お願いいたします。 本当に福島で過ごした6年間はあの自分にとってかけ,かけがえのない6年間でしたしあの本当にこの6年間がなければ今、私はここに立っていることはない,ですないと思いますあの本当に福島県の方々にはたくさんお世話になりましたし本当に恩返ししたい気持ちでこのオリンピック臨みましたありがとうございました他にご質問いかがでしょうか では前列、2列目ですね、グレーの方お願いします共同通信社の山本です、昨日おめでとうございました。ほ<う>他の日本代表がなかなか結果を残せない中で、で昨日もこう逃げ出したくなるような重圧がかかってたとおっしゃってましたけど、その重圧とどう戦って、どう乗り越えて、このメダルにたどり着いたのか、まあ、改めてお二人に聞かせてもらいたいです。ありがとうございいいいまますす渡辺選手からお願いいたしますはい えー、僕ら以上に他の選手はメダルを期待されていたと思いますし、えー、僕ら以上にプレッシャーとかその期待っていうものが、まあ、半端なかったと思うし、えーまあ、そういうものを僕らもすごくひしひしと感じていたし難しいゲームが続いて、まあ、2人で楽しもうという話はしてたんですけどなかなかそういった楽しむゲームっていうのは、まあ、実際あまりできなくて、まあ、ただ まあやるからには覚悟を持ってコートに立てていたし、えー、責任感とか、まあ、重圧というものを感じながらも覚悟を決めてコートの上に立って2人で、まあ、話し合いながらあまあ試合をできたのが良かったと思いますし、えー、僕自身、何度も心が折れそうになって本当、まあ、それこそ試合から逃げ,出したい逃げ出したくなるような時もたくさんありましたけど、まあ、そんな時、コートの中で 先輩がしっかりと声をかけてくれて大丈夫だよとかどんまいっていう声をかけてくれてそこに僕がかなり救われてもう1回立ち直るきっかけになったしま3位決定戦でも本当に諦めそうになったところで先輩が声をかけてくれてまあ,そこがまあ,あの試合に関して言えばすごく分岐点だったし僕にとってもすごくあそこで踏ん張れてよかったなというふうに思ってます続いて東野選手お願いいたします はい、あのゆうた太んも言ってくれたように自分たち以上に先輩方は多分プレッシャーだったり重圧っていうのが本当にすごかったと思いますしあの先輩方の分まで自分たちもあの頑張ろうっていう気持ちで臨めましたしあの前日の,あの中国戦の時も負けてしまった時に先輩方が声をかけてくれて明日は思い切ってやるだけだよとか。 本当に心が救われたので、あの、先輩たちの分も勝てて、よかったです。ありがとうございました。他に質問いかがでしょうか。じゃ、最高列の黒い、えー、シャツの右手ですね。えー、フジテレビです。この度は本当におめでとうございます。 一点質問させてください。今回試合後のインタビューでは、あの男子でダブルスを組む遠藤選手にもお二人触れられていましたが、あの三人で取ったメダルだと思うという話もあったかと思います。改めてダブルスチームの団結力や絆というものについてお伺いできればと思います。渡辺選手お願いいたします。はい、ダブルスに限らず日本代表として日本チームとして普段から とても切磋琢磨して練習を詰めていましたしやっぱりまあ近くでこう一緒に戦ってきた遠藤さんの力をもう本当に100%お借りして3位決定戦は挑んだ試合ですしまあ3人で取った銅メダルっていうのに関して言えば嘘偽りのないまあ事実だと思ってますしまあ遠藤さんがいたから先輩がいたから今,今の僕がいると思ってます。 東野選手、お願いいたします。本当にあの遠藤さんと自分と悠太くんで3人で1つで頑張って行こうっていうふうにあの三人で話してたので、あの最後遠藤さんにこう声をかけかけてもらえた時は本当に嬉しかったですし、あの三人で取った銅メダルだと思います。ありがとうございます。えー、関連で、えー、オンラインの方から。 質問が入っております、代読希望ということですのであの、私から読み上げさせていただきます、ベースボールマガジン社、あバドミントンマガジンの三橋さんからのご質問です、このたびはおめでとうございました、表彰式の直後、お二方に遠藤選手が駆け寄り、握手をしてメダルを見せるシーンがありました、その時にどんな言葉を交わしましたか、またその後に遠藤選手にメダルをかけるなどしたのでしょうか。 あどんな反応やり取りがあったかも含めて教えてくださいということです渡辺選手からお願いできますでしょうかはいえー、っとまあ、試合終わって園野さんがこう近づいてきてくれてもういち早くメダルをこう表彰式終わった後見せたかったですし、えー、まあ、かけてあげることはまだできてないんですけどあの持ってくださいっていうふうに言ったら最初はいいよいいよって言う こう言っててくれてたんですけど僕がもうぜひ持ってほしくてこう持ってもらってやっぱり3人で取ったまあ銅メダルだったなって改めて実感するしまあこれからも間違いなく遠藤,さんの遠藤さんに教えていただいたことや経験したものっていうのが僕のバドミントン人生の中でかなり生きてくると思うのでまあ引き続き遠藤さんにはもう感謝の気持ちでいっぱいですしこれからもたくさんお世話になりたいなと思ってますありがとうございます東野選手お願いいたします。 もう本当に、ほとんどユダ君が言ってくれたんですけど。あの、表彰式の後に遠藤さんが、あの、近づいてきてくれて。あの、二人で、メダルを見せ、見せ、見せることができたっていうのは、本当に、嬉しかったです。ありがとうございました。他に、ご質問いかがでしょうか。じゃ、真ん中の黒い T シャツの方、男性。 福島民友新聞の坂本です同、えー、メダルもおめでとうございます、えー、東野選手にまずあの明日が誕生日25歳の誕生日ということで24歳最後締めくくる今の心境とあと渡辺選手には何かお祝いについて考えてらっしゃるのかぜひ教えてください東野選手お願いいたします本当にあの三、ー、位決定戦で決まった時は あの最高の誕生日になるなというふうに思いました。あのまた25歳も頑張頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。他にご質問いかがでしょうか。渡辺選手あ、ごあ失礼しました。すみません。渡辺選手お願いします。はい。えっ、ー、と、まあ実際まだ何を渡そうかというのは決めてないんですけど。 あんまり僕はサプライズあんま得意じゃないので、先輩に何欲しいとかちょっと聞いてみて、なんかあんまり高くないものをあ <laughs> のあげたいなと思ってます。ありがとうございます。それでは他にご質問えっ、ー、とその前から2列目の方お願いします。nhk の中村です。お二人おめでとうございました。少し気が早いかもしれないですけれども、今後の目標を改めて聞かせていただいてもよろしいですか？ 渡辺選手からお願いいたします、はいえーとまあ、またすぐに、えー、ツアーが再開されると思いますし、えー、僕らは常にこう勝ち続けられる選手でありたいと思っていますし、まあ、遠い目標で言えばパリオリンピックで金メダルというのはもちろん、えーまあ、頭の片隅にはありますけれどもやはり目の前の 1>, 1秒1秒がすごく大切になってくると思っているのでまあ長くない競技人生ですし悔いのない時間を過ごすために目の前の1試合1試合だったり1つの練習というのをまずは正確にこなしていきたいと思っていますけどちょっとゆっくりしたいなと今は思っていまますすありがとうございます東野選手、お願いします。 はい、あの今回銅メダルですごく悔しい思いをしたので、パリオリンピックでは金メダルを取りたいです。そしてあの、ゆうたくんも言ってくれたように、一つ一つの大会、一つ一つの試合を大事にこれからも戦っていきたいです。はい、ありがとうございます。他にご質問いかがでしょうか。チャットの方も大丈夫でしょうか。すみません、じゃあ前から二列目のグレーの方。 すいません。2回目ですいません。とそれぞれに質問させてもらいたいんです。まず、渡辺選手にはとまあ、高校の時からまあ、ミックスなら世界を取れる。まあメダルを取れると思ってやってこられたと思うんで、まあ、それが間違ってなかったなと思うんですが、そのことに関してどう感じていらっしゃいますか？はい、じゃ、渡辺選手お願いいたします。そうですね。自分自身、えー、その言葉を信じて。まあ、言ってしまった。手前まあ、実現するしかないなとは思っていました。けれども、やっぱり。 それだけ自分をこう信じて突き進んできた甲斐がありましたし、その言葉にまあ嘘はなかったとこうまあ今は少し言えるのかなっていう気持ちでいます。ありがとうございます。も東野選手にも聞きえっとまあ昨日の試合直後のあの包容の二人で抱きし締め合うシーンっていうのは感動的なシーンだったと思うんですけど、あの瞬間っていうのは。 まあ、例えば卓球の時とかだったらちょっと伊藤美咲選手が嫌がるようなシーンもありましたけど、こう東野選手を受け入れた瞬間の気持ちっていうのはどんな感情だったんでしょうか。はい、あのユタくんと組んできたこの10年間の思いをすべて乗せて抱きしめました <laughs> ありが。ありがとうございます。他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。あ、じゃその真ん中の女性の方お願いします。 スポーツ,ハーツの手島と申しますお二人に質問なのですが、と二人とも中学時代から同じチームメイトだったと思うんですが、その頃からダブルスも組んでたと思うんですけど、中学時代から相性がいいなっていうふうに思っていたのかなというのと、それがずっと長い間一緒にいるっていうのが、今回の銅メダルにつながったのかなっていうのをお聞きしたいです。 僕は両方だと思っていてまあ最初から、息気は合っていたしまあ一つ上の先輩であんまりまあ初めは話したことがない先輩でこうまあ試合の時だけみたいな感じでしたけどまあそれでもかなりうまくいってまあ成績を残すことができてまあただ、それでは勝てない時期が勝てなくなる時期があってまあそこでしっかりとコミュニケーションを取ったりとか えー、話し合うということの大切さを学んで、えー、教えてもらって、まあ、っ10年経ちますけどやっとこう僕らのスタイルというかそういうものが確立されつつあるのかなとは思いますけど、まあ、これに満足せずまだまだ僕らは強くなれるしまだまだ成長できるというふうに、まあ、思っているのでこれからも2人で、まあ、支え合いながら成長し続けていきたいなと思っていますい東野選手お願いします。 はい、あの中学校の頃から組んだ瞬間に、まあ、練習もしてないんですけどすごく息が合いましたしコンビネーションとかもすごくよくて裕太君も言ってくれたように話したことも全然なかったんですけど裕太君とミックスを組んだ時はすごく楽しくてあの,あの瞬間は多分今でも忘れられないですそして、裕太君とだからこう長い間組んでいろんな会話ができて 裕太たくんとだからここまでやってこれたんだと思いますありがとうございます他に質問ございますでしょうかよろしいでしょうかそれでは以上で記者会見質疑応答を終了させていただきます渡辺選手東野選手の今後ますますのご活躍を記念いたします この後は準備が整い次第、フォトセッションに移らせていただきます。渡辺選手、東野選手はそのままお待ちください。ま、新型コロナウイルス対策のため、今お座りの席からの撮影とさ,させていただきますので、お席のご移動はご遠慮ください。